皆さんこんにちは Japan 高橋ですこのセッションでは今まさに DX デジタルトランスフォーメーションに取り組まれている皆様に向けてユニティが提供するさまざまな製品や技術をご紹介いたします。現在大きな環境の変化の中でまさに今皆様はデジタル技術を使った新しいワークスタイルの確立に取り組まれているかと思います。 これを実現する要素の一つが我々ユニティが持っているデジタル技術だったり 3D テクノロジーです。我々はリアルタイム 3D コンテンツの統合開発環境であるユニティを提供しています。特にこれまでゲームの開発の世界では最も使われている開発環境の一つとして活用されてきました。そしてここ数年では産業分野に向けたアプリ開発でもユニティを活用するというケースがどんどん拡大してきています。 こういった変化の中、我々も Unity Pro だけではなく、産業分野のアプリケーション開発を支援するための様々な製品をリリースしています。そこでここからは産業分野でのアプリケーション開発を進められている皆様にぜひ知っていただきたい Unity の製品や技術をご紹介いたします。まず最初に求められるところ。 これは 3D データの取り込み、活用ですね。業務の中では、例えば製造業であれば、CAD、そして建築や土木の世界であれば、ビ i m SIM、まあ、さらには天群といった様々な 3D データが使われてきています。これらを取り込んで活用するというのはまあ必須要件とも言えるかと思います。こういった動きをサポートしてくれるソリューション、これが Pixies です。では ピクシーズについて、デベロッパーサポートエンジニアの大峰さんにご紹介いただきます。皆さんこんにちは、Unity Technologies Japan の大峰です。私からは Unity Products for DT のピクシーズという製品についてご紹介させていただきます。それでは講演に移らせていただきます。Unity で業務用アプリを作るときに必要になるのが製品の 3D データの取り込みです。 しかし、Unity は標準ではそのまま CAD データを取り込むことができません。これを助けてくれるのが Pixies です。Pixies にはいろいろな特徴がありますが、大きく2つの特徴として、ものすごくたくさんの 3D データに対応していることと、その 3D データを変換するだけではなく、変換の際にいろいろな方向から最適化処理を行うことができるということが挙げられます。 ピクシズは業界をリードするソリューションや標準規格など、幅広い CAD ファイルフォーマットに対応しており、その数は30種類を超えています。大まかには製造業で使われている CAD、建築、土木の業界で使われている VIM や SIM はもちろん、天群にも対応しています。 またフォーマットによっては階層構造やメタ情報などの内部データを取り込むことも可能です。より詳しい情報については画面左下の QR コードからマニュアルをご確認ください。そして次の特徴として p i x i s ではさまざまな方法でデータの最適化を行うことができます。今回はその中からテッセレーションとプロキシメッシュの生成 そししてての自動生成機能についてご紹介しますまずはテスセレーションについてです。CAD モデルを 3D アプリケーション内で表示するためには CAD モデルの面をメッシュと呼ばれる面に変換する必要があります。分割された三角形の数が多ければ多いほどモデルの見た目はリアルになりますが その分より多くの計算が必要になります。Pixies のテッセレーション機能ではメッシュ化の際にその精度を調節できモデルの品質を保ったままデータ量を削減することができます。角度や長さなど細かくパラメーターを指定してテッセレーションすることも可能ですがそれぞれのパラメーターがすでに調節済みのプリセットがデフォルトで用意されていてとても便利です。 このようにデステッセレーションは CAD データから 3D データを作成する際非常に重要になる工程です。p i x ズ e s のアルゴリズムではあらゆる CAD モデルを見た目とポリゴン数のバランスを保ちながら非常に効率的に変換することが可能です。次にご紹介したいのはプロキシメッシュを使った機能です。複雑な形状のモデルルをシンプルにしつつ マテリアルを使って見た目の品質を落とさずに最適化することができますこの機能を使用し細かいデコボコなどをつるっとさせることでポリゴン数を大幅に減らすことができますこの画像はその一例ですこの例ではポリゴン数を4万から8千まで減らすことに成功しています 一方であらかじめ作成しておいた PBR テクスチャを適用しているので見た目は変換前とほとんど変わりません。最後にご紹介したいのは最近のアップデートで追加された LOD、Level of Detail の生成機能です。アプリケーションのパフォーマンスを上げるためにディテールの度合いが違う複数の 3D データを用意することがあります。これがいわゆる LOD と呼ばれる技術です。 Google マップなどを想像していただくと分かりやすいかもしれません。p i x i s では目的に応じた LOD のデータを自動で生成できるようになりました。以上が p i x i s の主な特徴です。続いて p i x i s の製品についてご紹介させていただきます。p i x i s には実は5つの種類の製品があります。 お客様それぞれのニーズに応じてお好きな製品をお選びいただけますまず p i x i ス s s t u d i o は p i x i s のデータ最適化に関わる全ての機能を使うことができる製品で p i x i s のコア製品となっています 3D データを取り込み最適化された結果を画面で確認しながら目で見て調整することができます位置の編集など簡易的なモデル編集機能も持っています また変換したモデルを他の 3D データファイルとしてエクスポートし保存することも可能です。次は Pixies p l u g i for Unity です。Unity に CAD データを取り込むだけであれば Pixies p l u g がおすすめです。Pixies Studio が持っている一部の最適化の機能にも対応しています。他のファイルフォーマットに変換することなく 直接 Unity のメッシュデータとして取り込みます。こちらはプラグインになるため、Unity エディターに組み込んで使います。たくさんの CAD データを変換、最適化して保存したい場合は、p i x i s シナリオプロセッサーを使うとバッチ処理することができます。CAD データの最適化のシナリオを作成しておき、それを他の複数のデータに再利用することができます。 このように煩雑な手作業を減らし自動化を促進してくれる製品です。また AWS などのクラウドにインストールして実行することも可能です。Pixies ローダーを使えば変換した CAD データを実行時に読み込むようなアプリケーションを作ることができます。例えば製品カタログなどアプリケーション内で CAD データを読み込んで開く必要がある機能の データの読み込み部分に使用できます。対応しているファイルは p i x ズ e s ファイルのみなので、シナリオプロセッサーかスタジオで変換して使用します。最後に p i x ズ e s レビューのご紹介です。p i x ズ e s レビューでは CAD データをすぐに PC 接続タイプの VR で体験することができます。VR で簡単にデータを視覚化でき、 チーム内でのコラボレーションを VR 上で効率的に実現することができます。このように p i x ズ e s は皆様の用途に合わせてソリューションをご用意しています。皆様の目的に応じてお好きな p i x ズ e s 製品をご利用ください。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか 皆様が実現したい用途に合わせて Pixies 製品をご活用くださいさあここからはユースケースに合わせた製品や技術をご紹介いたします。最初のユースケースがデジタルコンテンテツの開発です例えばデジタルカタログのようなデジタルコンテンツを活用したマーケティングツールの開発が最近増加してきています。 ただこのデジタルコンテンツの制作というのは多くの時間とコストがかかってしまいます。これを 3D 技術を使って容易に開発できるソリューション、これが Unity フォーマーです。ではこの Unity フォーマーについてシニアソリューションエンジニアの森さんからご紹介していただきたいと思います。こんにちは Unity Technologies Japan シニアソリューションエンジニア所属の森です。 これから u n i t y f ーマの製品を紹介します。u n i t y f ーマは既存の 3D データを使用してインタラクティブなリアルタイム 3D 製品コンフィギュレーターを高品質かつ簡単に製作できます。その利用用途はデザインレビューからセールスマーケティングまで幅広くご活用いただけます。u n i t y f ーマを利用して 高品質かつインタラクティブな画像を作成するのに多くの時間は要しません。Unity フォーマは Unity エディターの UI を簡素化しプログラミングスキルを持たない人でもリアルタイムの 3D 技術を活用できるようにします。完成されたツールを利用してお客様の希望するエクスペリエンスを作成します。基本機能としては ステージング、いわゆる環境照明カメラをワンクリックで設定可能動的な設定としてはアニメーションリギングインタラクティブ性の設定利用用途に応じたコンフィギュレーターの UI のセットアップインタラクティブな 3D コンフィギュレーターフォーマレンダー機能を利用した画像や動画 多様なコンテンツを作成可能となっていますユニティフォーマーにはさまざまなユニークな特徴がありますまずマルチフォーマットに対応しています 3D モデルでは製造建築などで使われている CAD やリムデータからの読み込みにも対応していますその他 大きな特徴の一つに、コンフィギュレーターをコーディングなしで作ることができます。コーディングなしで作れるということは、デザイナー、クリエイター、もしくはマーケット担当者が自分に合ったストーリーをコンフィギュレーターで作れることを意味します。また、Unity Home 自体は、開発者がアプリを開発している Unity エディタ o 開発ツールそのものを、 ベースとして作られているためユニティエディターとの親和性も非常に高いものとなっていますそれではワークフローの概要を説明いたしますまずは素材をインポートしますフォーマでは基本的にデータは外部で作成して読み込みますその際にモデル テクスチャーや外部フォーマット例えば Adobe の Substance 等オブジェクトの閉会オブジェクトパーツを織り込んだデータをバリアント情報として読み込みますまたベイクされたアニメーションをまとめて読み込むことも可能です含まれているバリアントは読み込んだ時点で階層化され 選択肢として定義することができますので読み込み直後に確認することが可能です読み込み終了後作成に移りますフォーマでは主に3種類の設定項目があります1つ目表示させる製品では各バリアントを 選選択すする項目を選んでいきます2番目製品を置く環境では背景を設定します3番目製品を見る視点では最終的なショットの見栄えを決定しますそれでは各項目を見てみたいと思いますプロダクトの変更項目においてはマテリアルの変更 色の変更モデルの表示非表示を設定して製品構成を決定します環境の選択では背景は HDR 画像等を利用して複数シーンを設定します視点カメラワークの選択では カメラの表示位置の設定、ウォークスルー等ができるかの設定、これには、フリー、平行移動、方向、停止を含みます。最後に、自動カメラワークの再生。最後に、フォーマレンダーを利用して、画像で出力することも可能です。フォーマレンダーでは、静止が、 動動画、ポストト、エフェクトバッチ処理を用いいた自動出力にも対応していますこれらを踏まえた対象となる製品とそのバリアント環境カメラアングルの変更を設定することでこのような多種多様な表現をユーザーに最終的に提供することを可能とします。 最終的に出来上がったアプリは各種デバイス用にアプリとして作ることができます。Unity がベースとなっている Unity フォーマは数多くのデバイスに標準対応しています。Windows や Mac iOS や Android といったモバイルデバイス向けのアプリも作成可能です。 ウェブ向けには WebGL を使ったウェブアプリケーションとしてリリースすることもできます。それでは最後にウェブサイトに公開されているウェブベースのフォーマのサンプルをご紹介いたします。現在カラーの変更を行っています。次に環境の変更を行いさまざまなシチュエーションを想定します。 次にパーツのの可動部分の閉会。今回はドアを開きながら動的なカメラの変更を行いショットを決定します以上のようなインタラクティブ 3D コンテンツを誰でも作成可能となるのが「u n i t y フォーマです以上が「u n i t y フォーマの紹介でした。ありがとうございました。 いかがでしたでしょうか開発者でない方でもこういった 3D コンテンツを作成できる。この Unity フォーマーをぜひお試しください。さあ、二つ目のユースケースはズバリ AR アプリケーションの開発です。スマホやグラスタイプのデバイスを使って現実世界にデジタル情報を表示して新たな価値やワークフローを実現する AR。この開発というのは実はデジタル世界とそれから リアルな世界これを組み合わせて開発しなければいけないので実はちょっと手間がかかるタイプのアプリケーション開発なんですねこの AR アプリ開発の新しい手法を提供するこれが UnityMars ですでは u n i t y バーンズと Unity を使った AR アプリの開発についてシニアパートナーエンジニアの川崎さんよりご紹介していただきたいと思いますユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの川崎と申します よろしくお願いします。本日はえユニティを使った ar の開発についてご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではセッションを始めさせていただきます。このセッションでは、unity マーズを使った ar ソリューション開発についてご紹介します。すでにご存知の方も多いと思いますが、ar とは？ 現実をデジタルデータで装飾する技術ですモバイルデバイスなどの進化とともに AR はより身近な機能になり日常生活や業務で活用されるようになりました違和感なく環境に馴染み価値ある情報を AR で出せることが重要になります逆に環境に馴染んでいない場合は利用者に違和感を与え本来の効果を期待することができません こういった AR がどのような業務領域で適用されるのかについてこちらのスライドでご紹介します。こちら3種類の業務領域を挙げさせていただいておりますが、これらに共通していることとしては、現実にないものをデジタルデータで表示し、利用者に体験を提供するということになります。一つ目の設計デザインの可視化については、設計工程で作成した CAD や VIM、 そういったデータを AR を使って表現することで設計のレビューを行ったりもしくは作業現場に AR で表示することで作業進捗状況の照らし合わせ確認を行うといったことができますマーケティング・セールス活動・トレーニング・作業ガイダンスでも同様の使い方ができますではこういった AR アプリケーションがどのような工程を経て作成されているのかについて 次のスライドで触れさせていただきます。一般的なアプリケーションの開発と同様に AR アプリケーションの開発の場合でも開発の段階を得てアプリケーションは作成されます。右下のテーブルにありますようにまずはじめはオーナーが開発の要件を取りまとめその開発依頼を行います。その開発依頼は 社内の開発部署または外部の委託先が引き受け、事務所に持ち帰り開発・テストなどを行い、アプリケーションを完成させます。完成したアプリケーションは利用部署または顧客に配布され、利用していただくという流れになります。ここでポイントになるのが作業場所で、アプリケーションの開発の段階では、実際の利用環境での確認の機会が限られてしまっています。 開発の課題といたしまして右下のイラストにありますように開発時にには実環境の要素が不在になっていますそのような状況で AR でどのような情報を表示するかといったコンテンツを作成することになります利用状況に応じた価値のある情報を出せることが AR の依然ですが開発の段階では利用環境が遠い場所にあったり立ち入りが制限されています。でですので このような状況が効率的に AR アプリケーションを開発することを困難にしておりさらには実際ののの環境での動作検証の機会を限定してしてままいます。違和感なく環境に馴染み価値ある情報を AR で出せることが重要なのですが従来の開発プロセスではこれを実現すす。るこことが困難ですこの課題に取り組む機能を提供するのが UnityMars です。 UnityMars は合成データを使って Unity 内にシミュレーターとして利用できるデジタルツイン環境を用意します。つまりアプリ開発時はアクセスが困難だった利用環境に近い状況を手元に用意することができます。そうすることで開発動作検証作業の効率化を実現することができます。こちらが Mars を有効にした Unity の画面になります。 左側にある MARS パネルが検出条件など部品のライブラリになっていて AR アプリケーションを作る際はこの部品を利用いたします例えばプリセットとしては平面の検出画像の検出顔パーツの認識などが用意されています他にもプリミティブビジュアライザーシミュレーテッドといった部品を利用して AR コンテンツを作成することができます Unity 内で作成した AR コンテンツは、画面下部のシミュレーション環境ビューで確認することができるようになっています。実際にこちらの動画をご覧になっていただきます。まずはじめに、プロキシオブジェクトをシーンに配置しています。このプロキシーオブジェクトを使って平面を検出するという設定をしています。 そして検出が行われたらゲームオブジェクトを表示するようにしています。しかしこの設定だとその平面が水平であるか垂直であるかという条件の指定をしていません。実際には水平面を検出させたいので条件の中に水平というのを追加します。そうするとソファーの横にあるサイドテーブルの上がその該当する平面として検出されました。しかし 実際にはソファーの前のテーブルの上に表示をさせたいのでこの場合ではシミュレーションビューの中でその実際のテーブルを選択してそのののテーブルの天板のサイズを条件に追加しましまた。ご覧になっていただきました通りシミュレーション環境を利用することで検出条件の作成検出結果の確認が非常に容易に行えます。 MARS パネルの部品群といたしましては今ご紹介した平面検出の他にも画像マーカー検出顔パーツの認識体パーツの認識などもありますそれらと組み合わせてプロキシーの単独複合レプリケーターといったものも利用してコンテンツを作成いただけます MARS のシミュレーション環境は屋内屋外など バリエーションが約20種類あらかじめ用意されていますしかしながらその内容をカスタマイズしたりフォトグラメトリーや 3D スキャンのデータを使って独自の環境を用意しその環境の中でテストを行うことも可能ですまたこのシミュレーション環境内での移動操作を記録し再帰的なテストの実施にも利用することができます マーズをさらに使いやすくするために iOS と Android 向けの AR App がございます。このアプリを使うとアプリで実環境を認識して作成した検出条件やフォトグラメトリーでキャプチャーした 3D モデルを直接 u Unity マーズに取り込み検出条件などとして利用することが可能です。 まとめますとユニティマーズは AR アプリケーションの開発を支援するパッケージでシミュレーション環境を利用することで設計検証実装がしやすくなります AR アプリケーションの開発の課題を解決する方法として u n ユニティマーズをご活用くださいご視聴いただきどうもありがとうございましたさあいかがでしたでしょうか コンパニオンアプリも組み合わせた新しい AR アプリの開発手法。ぜひ皆さんも試してみてください。そして最後のユースケースはシミュレーションです。リアルタイム 3D 技術の活用で最もホットなエリアがこのシミュレーションですよね。ロボット制御技術の開発であるとか、それから自動車、自動運転用の AI のトレーニングなどなど。 産業分野の様々な領域でこのデジタル空間を使ったシミュレーションが活用されてきています。もちろんユニティはそのための技術や製品をいろいろご用意していますが、今日はこの中でもシステムグラフとそしてセンサー SDK についてシニアソリューションエンジニアの竹内さんよりご紹介していただきます。皆さんこんにちは。ユニティテクノロジーズジャパン株式会社。 シニアソリューションエンジニアの竹内誠です。本日はメカトロニクスシステムのシミュレーション実現ということで、皆さんに Unity Unity システムグラフをご紹介させていただければと思います。Unity Unity システムグラフはですね、専門的なエンジニアに馴染むようなコンセプトで実装されています。実際にですね、 これからご紹介するんですけれども、今まで皆様が使っているようなメカトロ系のツールよりも、はるかに使いやすく、ユニティの持つユニークかつ効果的なリアルタイム 3D の環境をですね、ベースとしてシミュレーションだったり、エミュレーションを可能としてくれる。そんなツールとなっております。要約すると、メカトロ分野でのデジタルツインの基盤となる。そんなものに。 皆さんはユニティでこのようなシミュレーションやったことありますかおそらくない方の方がほとんどだと思います。というのもですね、このようなセンサー類だとか、ロボットといったものをユニティで再現するといったのがとっても難しかったんですね。今まで着手にすごく腰が重かった方だとか、やってみたいけどなかなかできない、そんな方、ぜひ 一度試してみることをおすすめします。では、具体的にどのような分野の方がこのシステムグラフ合っているのかというところを紐解いていきたいと思います。対象となる分野はですね、センサーのメーカーの方々、ロボット工学研究されていたり、機械学習検証されている方々、自動車の分野で自動運転だとか、 HMI を開発されているような方々、スマートシティや IoT といったような、まあ、都市を扱っているような方々がとても相性がいいかなと思います。そんな会社様の中で実際に触ってみるという方はですね、システム開発者のデバイスを開発する方々、もしくはそのデバイスを動かすアプリケーションを開発される方、そしてそのデバイスを利用して 業務を行うような方々、このプロダクトにとても合うかなと思います。Unity System Graph というプロダクト、そのままの名前なんですけれども、実はシステムグラフというフレームワーク以外にも、センサーライブラリーといったものや、センサー SDK といったものが内包されています。実はこれ、それぞれで独立して話題になっていたりするんですが、 このユニティシステムグラフという中に組み込まれているものとなります。なので、現在はですね、この3つがベースとなっていると思っておいてください。まず、システムグラフの方を紐解いていきます。メカトロをやられている方の 3D のモデルのインポートだとか、実行するためのフレームワークといったものになります。ノードを配置して、プロパティを読み込ませて、でそれぞれ どのような動きをさせたいのかといったようなコンポーネントを追加して線と線で結んでいく。実行するとですね、下のスケジューラーと言われるところで動きが確認できるようになっております。デバッグに関しましてもかなり強力なツールが詰まっていまして、実際に動かしてみますと、このような形でコンポーネントが動いている。 そして時間を早めてシミュレーションすることが可能になっております。センサーのライブラリがとても豊富にあります。これらにはメーカーから提供されているセンサーもいくつかございます。例えば自動運転で今よく使われているオスター様だったりベロダイン様のライダーセンサーも含まれております。それ以外にもジェネリックな 3D の ライダーセンサー,ー,ー SDK ではマルチスペクトル材料特性で定義されたライダーの強度などを測ることができますこれもかなり珍しいかなと思いますそれらを実際に組み合わせてみるとこのようなシミュレーションが可能になります 左側ではシステムグラフを実行しながら、右上では反射強度を見たり、ドットとして振動情報を可視化するようなことが可能となっております。これも全部 Unity のエディターの中で動作しています。また自動運転の分野にも多く活用されていて、ベロダインパックのシミュレーションなどが可能となっております。 ユニティではモデルに対してアニメーションをつけることができますので実際にこのような 3D 空間の中を走らせながらシミュレーションを行うことが可能です早速試してみたいよという方はぜひユニティセンサーグラフで検索してみてくださいそれでは最後に Unity センサーグラフの要素がぎゅーっと詰まった動画をお送りしますのでぜひぜひ見ていってください 竹内さんありがとうございます。ということで産業分野でのアプリ開発に向けた Unity のさまざまな製品や技術をご紹介いたしました今日ご紹介した製品や技術というのはもちろん単体で使うこともできるわけなんですが基本的には Unity Pro を中心にそれぞれの技術を組み合わせて使うことが多い製品です。そしてこういった製品をまとめてパッケージ化したものがこの ユニティ・インダストリアル・コレクションですでは最後にシニアパートナーリレーションマネージャーの土屋さんにこのユニティ・インダストリアル・コレクションのパッケージについて教えていただきましょう皆さんはじめましてこんにちはユニティ・テクノロジーズ・ジャパンシニアパートナーリレーションズ・マネージャーの土屋と申しますよろしくお願いしますそれでは ユニティ・インダストリアル・コレクションとはデジタルツインのあらゆるユースケースを実現するためユニティのソリューション群がパッケージとなって提供されますあらゆるユースケースとはどんなものがあるでしょうかユニティではクリエイトビルドマネタイズの3つのフェーズを想定しております クリエイイトのフェーズではデザイン体験型デザインや迅速なイテレーションのためのコラボレーションまた従来の自動車のデザインを超えたヒューマンマシンインターフェースの開発がユースケースとして挙げられます。シミュレーションエンジニアリングでは自律システムの開発仮想試験仮想試運転そして 様々なシシシススステムレレベルのシミュレーーーョンといったユースケースが挙げられますビルドのフェーズではプロダクションコンストラクションとしてデジタルファクトリーやヒューマンマシンインターフェースの展開そしてトレーニングとガイダンスといったユースケースが想定されるのではないでしょうかマネタイズのフェーズではサービスユースエージとして IoT ベースのサービス a r c m メンテナンス 対話型トレーニングコネクティッドカスタマーエクスペリエンスといったさまざまなユースケースが想定されますしかしこれらのユースケースは u n i t y p r o のライセンスだけでは実現ができません 3DCAD を扱うための Pixies や高度なシミュレーションを実現するためのシステムグラフ等が必要になってまいりますそれらのプロダクトを 個別で買っていただくことももちろん可能ですが、この Unity d u s t インダストリアル・コレクションはこれらの必要不可欠なプロダクトが最初からセットになっておりかつ価格的にも大変お得なパッケージとなっております。さらに今年の10月からは Unity ユニティ・マーズ・ハボック・フィジクスそしてスターター・サクセスといったサポートサービスまでが追加され さらに充実したパッケージとして生まれ変わっております。ピクシーズや Unity システムグラフ Unity mars に関しては別のセッションがございますので、ぜひそちらをご聴講ください。ここではマテリアルインポーターズ、ハボック、フィジクススターターサクセスに関して簡単にご説明させていただきます。まテールインポーターは axf および。 XTX のマテリアル形式を Unity に直接インポートして、レイトレーシング、パストレーシングに対応した最高レベルのリアリズムと製品精度を実現いたします。a b o ク Physics に関しては、マイクロソフト社の提供するソリューションを Unity で動作できる環境をご用意しております。決定論的物理学と衝突検出を実装して、大規模なリアルタイムの 3D シーン、 多数のシシミュレーションを強化できます注意点としてハボックフィジックスは Unity2022.2 のリリースから利用可能となっておりますのでご注意ください最後にスターターサクセスのご紹介です Unity のサクセスプランに関しては別のセッションがございますので是非そちらもご聴講ください Unity インダストリアルコレクションには10月以降 新規のご購入及び既存のライセンスを更新していただいたお客様から順にこのスターターサクセスを提供させていただきますスターターサクセスには1000人のパートナーアドバイザーがアサインされ3ヶ月間のオンボーディングと継続的なアドバイザリー活動を実施いたしますまたスタンダードテクニカルサポートへの窓口が開設され インダストリアルコレクションに含まれるプロダクトを使用した開発プロジェクトを推進する際のトラブルシューティングのサポートを受けることが可能になりますまたオンデマンドトレーニングとしてユニティのビデオコンテンツにアクセスし自分のペースで自己学習を進めていただくことも可能ですユニティインダストリアルコレクションにご興味を持った方はぜひお近くの担当営業まで ご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか ?UnityPro だけではなく今日ご紹介した Unity インダストリアルコレクションを皆様のデジタルトランスフォーメーションの実現にお役立てください。その他詳しい情報については Unity インダストリーで検索してみてください。ご清聴いただきありがとうございます。